はい、どうも皆さん、やってまいりました、森ちんです。今回もタガタメのアルケミストの動画を撮っていきたいと思います。そしてですね、今日はですね、ガチャを引いていきますよ。ガチャ、まあこのゲームだと召喚ですけどね、10連召喚をこちら2回やっていこうかなというふうに思ってます。まあ欲しいのは金塊なのでね、まあできればライダー読みも欲しいんですが、もうちょっとね、金塊が欲しくてしょうがなくて、お金がないんです僕。なのでね、こちらの、ステップアップのね、ステップ2と3のやつをちょっとやるためにね、この10回召喚とりあえずもうね、どんどん引いていこうと思います。いくよ。もうでもね、ライダー読み、あ、ギルガメッシュも欲しい。あー、フェイトコラボ引きます。フェイトコラボね、さあ何が出るか。引くのじゃ。僕はね、チュートリアルの時にこのね、うんちゃらかんちゃらウロボロスが言ってんのに、引くのじゃって来てね、爆笑しましたよ僕は。僕は爆笑したよ。これでさ、頼む。お、あ、ちょっと、いやでもまだワンチャン。いやー、これきつい、それきつい。いやー、ちょっときついなそれは。おー、なるほど、フリードね。はい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 、まあ、ちょん見ていこうか。はい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 、どう？お、ちょっと、ちはやは嬉しい。ありがとう。限界突破したかったんだ。おー、ちょっと嬉しいわ。ちはやは嬉しいわ。いやね、ガンガン出てて、あ、ちょっと嬉しいです。オッケー。はい、解放ね。まあ、この後は、まあ、なるほどね。いつもの3の子たちが出ていきますね。なるほど。まあ、そうそう出ないよね。それなかなか出ないよね。それは分かってた。まあ今回の狙いはね、この次のステップがね、問題なのは次のステップですから、行きましょう。もうさっさと行きましょう。あー、ちょっと怖い、これちょっと怖いな。今のところ持ってるのはですね、僕は2体持ってるか、うん、そうだ、2体ぐらい持ってるのかな、このコラボキャラだと。さあ行きましょうか。引くのじゃ。今かぶってた、完全に。引くのじゃ。あ、これは来るぞ、これは絶対に来る、頼む。よしよし、星5は確定、何かしら確定。さあ来い、さあ来い。お、2体来てる。さっきと大違いじゃないこれ、やばくない。はいはいはい、セリーヌね。オッケー。どんどん見てこ。いや、ちょっとでもね、ガチャ、まさか、おー、2人目来たー。ごめん、読み方が分かんない、僕フェイトあんま知らないんだ。やっと2人目来た。おー、いいね。いや、地味に育ててはいるんだ、火だしね。やった、嬉しい。あの演出だとやっぱ確定なんだね。うわ、びっくりした。おほほほ、嬉しいわ。いいね。ああ、お前また出たの、フリード。お前またか。はい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 、また出た、フリード。出すぎで、フリード出すぎ。舞踏家になります。なんかドラクエっぽいな、舞踏家って聞くと。まあ、ポンポン見ていきましょう。で、こいつが出ての、さあ次ですよ、問題は。さあさあ何が出る？さあ何が出る？さあ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 。おい！ザハルだっけこいつ。うおーっしゃ、来たぜ。ライダー読み。何こいつ？僕知らないんだけど。でもなんか見たことある。見たことある。何？はいはいはい、メアね。はい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 。待って、ちょっと僕知らないキャラがいるんだけど、こいつ何なの？フラメルだってよ。へえ、なるほどね。獣使いになるんだ、最終的に。ザハルも出まして。はい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 。いや、出たな。そして僕、嬉しいのは金塊ですよ。よし、いい結果になりましたね、とりあえずね。うん、よかった。うん、まあ、いいんじゃないですか。ということで、これで金塊がもらえたんで、ちょっともらいに行きます。金塊ください、金塊。金塊をさっさと売りたい。いやー、これが嬉しい、これ。ガチャ引く理由は僕はどっちかというと今これかな。うん。で、これでお金に変えます。イエーイ。わお。3000万ですよ、3000万。いいね。ということでね、そして、あとはまあ、ちょっと報告なんですけど、今、ペリドットのね、イベントとか来てると思うんですけど、それの一応ね、ペリドットの限界突破の全部の分は集めたという、集めましたよっていう一応報告ね。まあ、こいつなんか賢者で移動とかも早かったりとか、なんか多かったりとかがいいらしいっていうのは聞いたのでね、まあちょっと嬉しいですね。そしてこいつでしょ、こいつ何なのこいつ。あ、獣使いプラスなんだ。え、ちょっと待って、何こいつ、男なの。え、男なのこいつ、マジかよ。今男だったよね、声ね。あー、こいつもいいな、いい声してるわ。
いい声してるわ。いやちょっと限界突破しちゃおうかな。そしたらこれ嬉しいね。これ持っててもしょうがないから限界突破しちゃおうか。いやいいな、出たね。いや嬉しいな。いやこれ頑張んないといけない、もしかしてやらないとあかん。ちょっとね、そう集めてないんですよ実は、フェイトコラボのやつ。まずいな。ということで舞踏家になりますね。おー、でもちょっと嬉しいなこれは。まあね、いろいろね、やっていこうと思いますが、まあということでありがとうございました。今回はこんなもんで、ガチャ引いたのと、あとはまあペリドットのねやつも貫突分375個のかけらは手に入れたよということで、今ねミリッシュだっけ、今来てるイベントのやつね、ミリッシュだったかな、あいつのかけらを今集めてるところなのでね、まあ全部集まったらまた多分ツイッターとかに多分ツイートしてると思うんでね、よろしくお願いします。あ、そうだ、あとこいつだ、ちはやだ、ちはや、限界突破しちゃおう、限界突破しちゃおう今、イエーイ。こいつじゃ地味に使ってるんですよ。まあちょっと今装備がね、やっと踊り子がさっきジョブレベルマックスになったんだけど、踊り子プラス使いたいんだよね、早くね、早く使いたくて、ジョブ解放とかもしなくちゃいけないんだけど、まあでも踊り子ね、レベル11以上なら大丈夫だと思うので、まあとりあえずこんな感じでありがとうございました。このゲームね久々に本当にハマってるんでね、まあ今後もねガンガン動画撮れたらなと思うんですが、まあ多分でもね、まあイベント系になると思うんでね、クエストに行こうかなと思ったんですけど、まあ今回はこんな感じでありがとうございました。そういうわけでね、次回もお楽しみに。グッドバイバイバイ。